これはフォードのブロンゴではないかと思うんですが、ブロンゴの弱視鏡ですね。これはマジョレットのミニカーなんですが、この力強さというところがね、また気に入っていていいなというふうに思うところの一台で、これもこれで、なかなかの面白さというか、そういったところが、備わっているあたりなんかが、非常にね、面白いなというふうに思う、車の一台であるかなという感じで、なかなかね、いい形をしてるなというふうに、思います。で、そういうところ、レッカーのね、これが2つついてるんですね、これね。だから、おそらくトラックかなんかを運ぶための、トラックとかバスとか、そういう大型のやつを運ぶためのものじゃないかなと思うんですけども、そういうところなんかの作り込みなんかが、またこれの良さであるなというふうに思います。どうもありがとうございました。